薩摩、厳しいエクササイズを受けた後、やっぱりこの疲れた俺のボディを癒すためにね、じゃじゃん、またね、ドクターエアさんがね、マッサージチェアを、ね、用意してくれたんで、レビューしてみたいと思います。ですが、僕はね、日本全国の温泉を巡って、そして各温泉のマッサージマシーンを網羅してきた、その経験から厳しくレビューしたいと思います。チェケラ、これがドクターエアのマッサージシート3。まず特徴的なのはこれだけなんだよね、マッサージシートって。なので、いわゆる自分家にある椅子とか、それからデスクのついているチェアとか、それに置いて使うっていうことができるのが一つ特徴的、コンパクト。それでは早速試してみたいと思う。スイッチオン。悪くないんじゃない、これ。あ、いいと思うよ、非常にいいと思う。まずね、特徴的なのはこの手のコンパクトタイプのマッサージシートって叩き機能ってあんまついてるやつないんだよね。だけどこれ叩きがついていて、非常にいい振動を与えてくれる。そして予想以上に結構ハード、叩きも揉みもかなり力があるタイプなので、しっかりとほぐしてくれる。お、そして今、パターンが変わりました。いいですね。あのね、揉みのね、揉み玉っていうのがあるんだけど、これがすごくいい動きをしてくれて、しっかりと肩甲骨とかの間を開いてくれるようなマッサージをしてくれるので、長距離のドライブした後なんかにすごくいいかもしれない。そしてマッサージシート、これコンパクトなやつだからさ、あの車に積んどけば、運転し終わった後車の中でもね、あのポータブルバッテリー使ってできるんじゃない、これ。いいかもしれない。それから今気づいたんだけど、これコンパクトながら可動域が非常に広い。肩の肩甲骨の上あたりからしっかりと腰の下あたりまでちゃんと揉み叩きをしてくれる。ここがまた非常にいいの。悪くないよ妻、これ買ってもいい、あなたのお小遣いであんまりこう過剰に褒めるわけじゃないんだけど、要はね、一般の家庭にその温泉街とかで使ったようなでっかいさ、こういう卵型みたいなやつとか数十万もするし、そんなの家に置けるわけがないんだよね。だけどこれぐらいコンパクトで、これぐらいちゃんとしたマッサージをしてくれるんだったら、こっちの方がはるかに実用的じゃないかなと思う。ねえ、持ち運びもできるしね、このサイズね。あ、いいこと言った、うん、実際いいね、これめっちゃ軽い。あ、本当だ。5キロぐらいしかないから子供でも持ち運べて、これね、今回ドクターエアが用意してくれたりする。こう誰がイケアのパクリじゃん、似てるけど、似てるけど、うん、まあ、オリジナルのチェアね、うん、あのあると思うんですけども、あの家にあるソファーとか、それからさっき言ったデスク用のチェアでもそのまま使えるので、本当に購入するべきはこのライトな本体だけで大丈夫。というわけで天然パーマをおすすめします。こちらのマッサージシート 3D ベストサイズ、そしてすごいコンパクトながらに揉みと叩き両方、それから可動域がね非常に広いので、かなりこう広い範囲でリカバリーしてくれるというところが万能なんじゃないかなと思います。さて、こちらのマッサージシート 3D、 なんと今なら2020年12月1日から2021年1月末まで、うん、